アドルフォ・アルダーナ・トーレスは、スペイン・アンダルシア州産ロケ出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー、またはフォワード。1八十四年に、レアル・マドリードのカンテラに加入すると、1八十五から八十六シーズンに B チームへと昇格。B チーム三シーズン目には、セグンダ・ディビジオンで二十九試合に出場して十五ゴールを上げ、同シーズン中に、 その活躍が評価されトップチームデビューを果たした。トップチーム昇格から3シーズンが経過した1990から91シーズン、レアルマドリードの右サイドでレギュラーに定着し、リーグ戦31試合に出場した。しかし、翌シーズンはベンチメンバーに降格し、1992年夏にルイス・エンリケが加入したことでデポルティ・ボラ・コルーニャへと移籍した。 デポルティーボではポジションを確保し、怪我によって1シーズンを棒に振った1993から94シーズンを除いた3シーズンで、公式戦132試合に出場し、21ゴールを記録した。デポルティーボでのラストシーズンは、スーペルコパでエスパーニャを制し、それを置き土産にデポルティーボを退団した。1996年、30歳で、RCD エスパニオールに加入した。 エスパニョールでは、衰えと繰り返す、負傷の影響で満足いく出番は得られず、わずか2シーズンでクラブを去り、1998から99シーズンに2部の CP メリダでプレーして、現役を引退した。1993年2月24日、1994フィーファワールドカップ、ヨーロッパ予選のリトアニア代表戦に後半から、途中出場して、スペイン代表デビューを果たすと、 5から0での対象につながるチーム5点目を挙げ代表初ゴールも決めた。その1994フィーファワールドカップにも選出予定だったが復帰に1シーズンかかる大怪我を負ったことで白紙になった。ありがとうございます。